それでは医療経営学科影山愛子特任講師による講演、お金との関係から考える幸せの形です。お願いします。皆様こんにちは。広島国際大学健康科学部医療経営学科から参りました影山愛子と申します。今日は、お金と幸せの関係から考える幸せの形についてお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。私の紹介を簡単にさせていただきます。専門分野は会計学でございます。出身の大学は兵庫県の西宮市にございます関西学院大学商学部を卒業しております。その後大学院に進学しまして、その後さらに広島大学大学院教育研究科修了というところまで学びを深めてまいりました。広島国際大学ではですね、今3年目になります。そして担当科目は会計学や簿記論、管理会計、会計に関する分野になりますけれども、2年生、3年生、1年生は専門科目を持っておりませんけれども、いろいろな勉強を学生たちに教える機会をいただいております。得意なことは、私は高校生の時にアメリカに留学をしましたので、英会話、最近続けることが非常に難しいと感じておりますけれども、私も常に自分の中で学びを深めていきたいと思って、ずいぶん前に自分が身につけた英会話を何とか維持しようと思っていつも過ごしております。あと人と話すこと、そして人の話を聞くことも大変得意といいますか、とても自分にとって大切なことだと思っております。皆様、幸せを英語で言うということになりますと、どのような英単語を思い浮かばれますでしょうか。はい、ちょっと聞こえてまいりましたけれども、ハッピネスっておっしゃっていただけましたでしょうか。はい、大体普通にこのようにお聞きしますと、ハッピネスが最初に出てくると思います。私もこのスライド作るときに、やっぱりハッピネスっていうのが一番きまして、でハピネス以外はどんな言葉があったかなということで、一応いろいろ検索もしてみたんですけれども、やっぱり僕はですね、そのハピネスということと、でここでハピネスの説明をしておきますと、感情的で一瞬しか続かない幸せという意味があるんですね。ですから例えば英語で I'm so happy って言ったら、やっぱり今のことを言ってますよね。ですから、意外と短い瞬間を表す言葉だったんです。でもう一つは、先ほど八木弘先生がおっしゃっていた Well-being という言葉、実はこれもハピネスと同じ扱いを最近されています。ただハピネスと大きく違うのは、継続的な幸せを意味しています。そして個人および社会のポジティブな状態、いろいろな表現がありますけれども、社会経済環境のコンディションにより決まるという非常に幅広い範囲で捉えるハピネスと似たような意味の言葉で、最近ですとライフワークバランスを重視する現在の幸せっていうことを考えた時に、こちらのウェルビーイングの方が注目されています。ですから瞬間的な幸せもたくさんあってもいいと思うんですけれども、継続的な幸せっていうものがどういうものなのかという意識で日々過ごせていけたらいいのではないでしょうか。今日皆さんの前でどのようなお話ができるかなとずっと思っていまして、でたくさんいくらでも話すことはあったんだと思うんですけれども、私自身3人の子供を育てておりますけれども、大変今からまだまだお金が必要だなと思っているところで、そういう状況の中でどのように幸せというものを
まあ、掴むというか感じて、日々生活していけるかと考えた時に、やっぱり幸せとお金って考えた時に、金額の大きさっていうのがどれぐらい大事なのかなと。結局自分がお給料としていただいている金額までしか自分はお金の範囲がないわけですから、じゃあその中でといっても私は十分いただいていると思いますけれども、何も不満があるわけではないんですが十分いただいていますけれども、それでも、まあ、貯金もしなければなりませんし、なかなか自由のない部分もございますので、一体どれだけあったらこう幸せだなって普通は思うのかなというところと、あともう一つは、これはお話をしていく最後の方ですけれども、他の人との関わりの中での幸せっていうのを、やっぱり誰しも一人では生きておりませんので、そこの視点をですね持って今日お話ができればいいなと思って、自分のことも合わせていろいろ知っていく機会をこの度いただけて、皆さんにこのようにお話をさせていただいております。お金との関係から考える幸せとはというところで、いきなりの結論ですけれども、お金というのは、まあ、他の言葉でいろいろ表現ができますけれども、経済的要素というふうにこちらでは表現して、お金は幸せ、この私の話の中では幸せと幸福どちらも出てきますけれども、同じ意味でお金は幸せに影響がするということが、これまでの研究ですでに分かっています。リチャード・レイヤードという研究者の先生によりますと、幸福に影響を与える要素っていうのが7つございます。ご覧の通り1から7まで書いておりますけれども、これはこのレイヤードによりますと、5番目まではこの重要性がこの順番で大きいということなんです。お金に関する部分を見ますと、家計の状況というのが2番目にございますので、やはり幸福に影響を与えるものとしてお金というのは非常に重要度が高いということができます。皆様もそれはとても身に感じられる身近な感覚、お金が大事っていうのはお分かりになると思います。一方で不幸の源泉というのも明らかになっております。端的に言いますと主観ですので、皆様も同じように感じられるとは限りませんけれども、調査を行ってみるとこのような結果になっております。少々見にくいんですけれども、もともとこの質問はですね、あなたは日常的にどのようなことから不幸な感じを受けますかという質問に対する回答になっています。第1位は自分の経済状況、第2位は将来に対して期待や希望を持てないこと、第3位は景気や社会の経済状況、第4位は仕事、第5位は自身の健康ということになります。この5位までの間にすでに第1位と第3位で経済状況という言葉が入っていまして、これはまさにお金の影響を受けるということが分かります。ここまで話した通り、お金は私たちの生活に非常に影響が大きく、そしてその結果お金は私たちを幸福にもしますし不幸にもすることがあるというものだということができます。ここで私が今から話すことに関して満足度調査というものを利用してお話をさせていただきます。厳密には満足と幸福は異なるものというふうに説明されますけれども、先行研究の中ではこの満足度を主観と客観に区分して、そしてその主観的な満足度の方を幸福度の高さに置き換えて評価するものもございます。そこで高い満足度は高い幸福度に等しいものと考え、満足度調査の結果をこれから利用して皆様にシェアさせていただきます。本日のクエスチョンとして、幸せになるためにお金はたくさん必要なんでしょうか。いかがでしょうか皆様、必要ですか。私はまだ子供が下は5歳、上は中学校3年生ですので14歳なんですが、まだその範囲の人生経験でございまして、
もちろんこの場には私よりもずっと人生経験の豊富な皆様が、来てくださっていると思いますので、私の方が本当に皆様にお聞きしたいと思うことがたくさんあるんですけれども、いかがでしょうか。お金はたくさん必要なんでしょうか。私自身まだ全くまだ答えは分かりません。こちらのグラフをご覧いただきますと、これは生活満足度に関する国のデータになります。世帯年収別の家計と資産の満足度、ご覧いただきますように、この辺からですね、下降気味になっています。年収が増えると満足度は当然上がるとばかり思ってしまうんですけれども、年収が5000万円以上になると満足度は700万円以上と1000万円未満と同じぐらいまで低下してしまうんですね。皆さんご存知でしたか。あれば、あるだけ幸せになるんだろうなって思ってたんですけれども、意外と調べてみますと下降するような金額、進めば進むほどですね。だから5000万以上は満足度が下がるという結果が出ています。びっくりしませんか。あればあるだけいいんじゃないのかなってやっぱり思ってしまいます。そして今度同じようなグラフですけれども、こちらは金融資産というものに特化して家計と資産の満足度を調べたものになります。やはり最後に下がっているのが見ていただけると思います。金融資産も増えると満足度どんどん上がっていきますけれども、3億円以上になると満足度がやはり700万円以上を1000万未満とまで同じように落ちてしまいます。不思議ですよね。でそこで金融資産とはというところで、少しだけご覧の通り、預貯金、年金保険、株式債券、投資信託、財源貯蓄、このようなものを含んだものを金融資産と言っています。ですからやはりたくさんあってもなぜだか満足度が下がるという現象が、これでお分かりになっていただけたかと思います。これはまた別のデータになりますけれども、どれくらいの金額で人は幸せを感じるのかというところで、このグラフをご覧いただきますように、こちらのですね、ここですね、800万円より上に上がると、もう幸福度は変わらないということが分かっています。800万円まではずっと上がっていくのに、800万円超えて例えば1000万ぐらいになったらもう800万円と変わらない幸福度というふうに言われています。別に800万円超えたらじゃあ不幸になるわけではなくて、十分そこでもう幸せにはなっています。ですからそれがそのまま継続で特別幸福度が上がるということがないという意味になります。だから800万円まで上がれば、上がるとこまでがすごく自分がワクワクするような気持ちや時期があるということなんでしょうか。でも麻痺するのも非常にもったいないような気もするので、私はちょっと今から体験できる日が来るのかなと思うんですけど、分かりませんが、どうなんでしょうか、学者先生。はい、皆さんご存知でしたか。800万円から変わらないなんて、お金いくらあっても感謝して本当にありがたいと思いますのに、こんな感覚になることがちょっと信じられない思いです。ということで、最初にクエスチョンとして挙げました幸せになるためにお金はたくさん必要なのかというところは、答えは一応ノーとさせていただきます。お金もしくは資産は多すぎると、例えば5000万円以上ですけれども満足度が下がるということを今見ていただきました。そして収入も800万円以上になると幸福にはもちろんなっていますけれども、幸福の感じ方が変わらなくなります。ということで、皆さん新しい発見していただけましたでしょうか、ここまで。ですけれども、金額だけではないじゃないかと思ってですね、お金持ちは幸せっていう、どうしても固定概念があります。でも金額で見たらどうもそうじゃない時があるんだということが今分かっていただけて、他にももしかしてそういう幸せじゃなくなってしまうようなことが起きてるんじゃないかと思ってちょっと調べてみました。まずその1、健康についてのお金持ちの意識についてお話をします。こちらは OECD という経済協力開発機構が発表しているデータになります。ちょっと下は外国のこの英語のまんまですので見にくいんですけれども、日本はですね、どこにあるか分かりますか。ここです。下から2番目なんですね。これは10
分が幸せ、健康だと思うかを聞いているので、自分の感じ方の結果になります。そうすると下から2番目、びっくりしませんか？で、これをですね、まず日本人は自分が健康だと回答するのは15歳以上は 36.6% しかいない状況です。ですから先ほども言ってますように OECD 加盟国中下から2番目、そして、日本の高所得者で考えてみますと 40% が健康だと回答するんですけれども、1位のカナダの高所得者は 93.2% も自分が健康だと回答しています。ですからそのカナダの半分以下でお金持ちなのに自分が健康だと思わない人が多いんですね。ですからこれも不思議な現象だなと思います。お金持ちなら自分の健康にすごくお金も使えるでしょうし、質の高い医療を受けられるはずなのになぜこうなのかなと思います。まあ、日本人に特有の、そうですね、こう自己肯定感とかそういうものが関係あるのかもしれませんし、不安が持ちやすい状況とか、本当は元気なんだけど大丈夫かな、自分の老後はとか割と心配しがちな傾向があるとしたら、そういう部分も関係あるのかもしれません。そして2番目、お金持ちが幸せとは言えない特徴として、コロナで悩みが増えるっていうことが起きます。ここで日本のお金持ちの区分、皆様にちょっとご説明したいと思います。実はこのように5つに簡単に分けることができます。下から見ていただいて、マス層、アッパーマス層、純富裕層、富裕層、富裕層、そして超富裕層とあります。先ほど、金融資産が3億円超えたら満足度が下がるという話をしましたけれども、この赤い点線より上がその部分になります。でオレンジの、部分ですけれども、これちょっと私2009年というのを入れ忘れてしまって申し訳ございませんが、2009年はオレンジの方でした。規模と世帯数このようになってたんですが、10年経ちますとだいぶ増えているんですね。でこれは要因としては株式などの資産価値の上昇があったので、それぞれの、階層からこう上に上がる人たちが増えたというところで増えています。だから日本のお金持ちっていうのは結構増えているんですね、このような状況でも。話を元に戻しますと、その先ほど今見ていただいた超富裕層と富裕層の個人資産、考え方がいろいろこのコロナのせいで変化しています。例えば1位は個人資産のことよりも所有する事業や法人の先行きが以前よりも心配になったっていうのが 53%、 2分の1の人が不安が増しています。2位もですね、複雑で分かりにくい商品よりもシンプルで分かりやすい商品を好むとか、これも保守的になっている。3番目、経済の行く先や自分が管理運用する資産に関して積極的に情報収集や勉強するようになった。こちらもほぼ、半分の人が、答えていて、不安が増したり慎重になっていたりします。その後も、心配が増える、保守的になる、そしてまた不安が増えるというような、こういうものがですね、お金持ちの悩みとしてこのコロナ禍には増えたというふうに結果が出ています。だから反対にあんまりお金がない方が悩みがコロナになってもなかったっていうことなのかなと思って、確かにまあ私このような悩み全く持たずに済んでおります。まあ超富裕層と富裕層には到底ちょっとまだというか人生の中で来そうにはないんですけれども、このような心配をせずにいられるというのも一つの幸せかもしれません。そして3番目、社会にとって良いのかもしれないんですけれども、政策上のターゲットにされることがあります。日本ですと最近は富裕層以上をターゲットした税制改正があります。金融所得の課税強化や相続税や増税の一体化などが検討されていて、これは社会の全体の面から見ると税負担の公平性とか格差の固定化を回避する目的なんですけれども、その当人にとっては非常に重たい話になっていくわけです。でこちらアメリカも全く同じような現象が起きていまして、富裕層向けの増税が提案されています。アメリカの場合はですね、超富裕層の所得に最低 20% の課税が行われるということで、122億円持っている人が対象なんですけれども、その 20% は 24.4 億円。ちょっともう想像ができない金額になってますけれども、まあ、非常にですね、ロックオンされてお金が取られる日が近いという状況になっています。お金さえあれば、
満足度が高いという調査っていろいろあるんですけれども、そうとはならない調査をもう一つご紹介いたします。これは内閣府の満足度生活の質に関する調査になりますけれども、生活上の課題や欲求への対処として、まず自己資源、社会関係的資源、経済的資源という3つの資源に分けて、その資源の中はこの一番この右側ですね、こちらになります。この例えば自己資源なら健康状態や学歴で評価します。社会関係的資源は家族人数や困った時に頼りになる人数で評価します。そして経済的な資源は世帯年収と金融資産残高で評価します。でこのような調査で行ってみた場合、満足度が高いと言えるのはどういう状態になったかと言いますと、今の自己資源、社会関係的資源、経済的資源の3つが全般的に豊富である状態、当然満足度が高いです。そしてこの2番目が面白いと思いますが、金融資産の多くない、そして学歴も低いんですが、社会関係的資源、つまり家族やいろいろ相談できる知り合いがいるということが恵まれていて、そして健康度も高い、健康であるという状態の人も満足度が高い結果になっています。あと豊富に揃う何らかの資源、今3つの資源がありましたけれども、1つでもあれば割と満足度が高いという結果になっていて、経済的資源に特定せず他の資源でも、高い満足度が高いというふうに言える結果が出ています。ですが、幸福の源泉というのは実は変化していて、日本は貧しく物質的なものや金銭への執着が強く、それらと幸福感とが結びついていたという価値観が非常に長くありました。今もまだあると思います。現在は社会的承認や仕事での評価、豊かな社交、自由な学びなどに移ってきており、まさに、ウェルビーイングというものが、意識されるような、幸せの源泉に変化しています。この上の青い字のところ、私自身もまだこういう価値観ありますので、やっぱり今からどんどんとウェルビーイングっていう、こう幅の広い解釈を持って幸せを捉えていかなければならないのかなと思っています。本日のクエスチョンの2つ目です。自分が幸せになるのはどっちでしょうか。お金を寝かすこと、それとも生かすこと、皆様はいかがですか。寝かすといえばタンス貯金、最近はまだされてるんでしょうか。私はもうタンスに寝かしてる場合じゃない状況ですので、もちろんございませんけれども、いかがでしょうか。タンス貯金はでも安心材料になるのではないかなとは思うんですけれども、タンス貯金をするか、もしくは生かすという名目で例えば、募金をするというような状況、皆様はどうされていますか。どっちが幸せを感じますか。この私の話では一応こちらの方、募金をするというところで生かすという発想を持って今からお話を進めてまいりたいと思っております。もちろんタンス貯金もいいと思います。大事です。本当に全然家にお金が、ね、ないってすごく不安ですよね。ですからパソコンにはこっそり固まったお金があると思ったら、なんとかいうか毎日日々心穏やかに過ごせるような気がします。ですけれども、お金を社会へ生かさないと経済の不活性が起きます。コロナ禍で売上が激減して、多くの会社が事業を継続できなくなっています。東広島の辺でもどうですか、ちょっともうお店辞めちゃったんだっていうようなところありますか。どうでしょうか。でこのようにですね、どん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 増えていってまして、こちらすごく最近の2022年の8月までを表しているグラフになります。約4000件の倒産がコロナが理由でということで発生していまして、倒産というのはいろいろな種類が実はあるんですけれども、破産という形で3000件以上、最も多いのは飲食業になります。やっぱり私たちも外出を控えて外で外食しなくなったから、こういう飲食業が一番ダメージ、打撃を受けたということが分かると思います。お金を、生かしたくても生かしきれなかったという2年間だったとは思うんですけれども、やはりこういう結果が起きてしまっています。じゃあお金を生かすということは、私の解釈ですけれども、
お金の循環を生み出すということなんじゃないかと思うんですね。つまりお金の好循環が生まれると、それは幸せの循環、好循環、同じ読み方ですけれども、同じ幸せの循環に変わっていくのではないかと考えています。お金を生かすことは循環を生み出す、具体的には他者を巻き込むということになるのではないでしょうか。いい意味でですね、いい意味で他者との関わりが生まれなければ循環は生じないと考えています。他者を巻き込むというのは、別の表現で言いますと、他者、つまり社会に貢献するという言い方もできるのではないでしょうか。心理学者のアルフレッド・アトラーは、幸せになる唯一の方法は他者への貢献というふうに述べています。アドラーのことをご存知の方はいらっしゃいますか。お金をじゃあ他者に、社会に貢献のために使えば幸せがアップするということなんでしょうか。お金を生かすということで、じゃあ他者もしくは社会に貢献するというところを考えてみますと、実際に社会のために役立ちたいと思っている人は、これ実はちょっと古いんですけれども、もう10年以上前のデータで7割近く存在するんですね。ですから、だんだん徐々に社会のために何らかの形で役割たい人っていうのは、もう実はずっと前から増えていたんです。ただその関わり方っていうのはいろいろあります。ボランティアもあるでしょうし、もちろんお金を使う形での貢献もあるわけです。それでは、先ほど3億円以上の超富裕層、満足度が下がるというそうですけれども、満足度が下がって何もしないのかというと、そうではありません。他者への貢献の方法として、寄付をしている人が見受けられます。日本は、寄付文化がまだあまり、まだというかかなり、習慣になっていないような気がします。私たちが募金箱に入れるぐらいのことはもちろん皆様もご経験あると思うんですけれども、自分の財産、遺産的な部分をですね、大きな塊をどっかにドンと、寄付するような習慣はアメリカとかでは普通に行われていますけれども、ちょっとまだ日本では、当たり前の習慣にはなっていないような気がしますけれども、そこでやはりアメリカの例を皆さんにご紹介したいと思います。マイクロソフトのビル・ゲイツさん、皆さんご存知でしょうか。ビル・ゲイツさんは今奥さんと離婚されてしまっているんですけれども、当時のその奥さんであったメリンダさんと一緒にビル&メリンダ・ゲイツ財団を設立しています。そして今年の7月にも一度の寄付額としては史上最大級、200億ドル、日本円にして約2兆2800億円を寄付しています。ビルとメリンダの生涯寄付額は合計で550億ドル、7兆6300億円という大きな金額です。こちらの財団は世界を範囲にして、今回のコロナウイルスでも非常に支援を活発に行っています。だから、本当は満足度が下がるレベルの超富裕層ですけれども、このように、他者、社会に貢献するということを引き換えにですね、やはり幸せを手に入れているのではないかと考えられる事例です。ここでお金を生かすというところでもう一つの例をお話ししたいと思います。皆様、青森のねぶた祭りご存知でしょうか。このニュースすごく最近のものですので、見られた方もいらっしゃるかもしれません。100万円の観覧席というものを作ったんですけれども、2日で完売したんです。ねぶたはですね、8月の2月から2日から7日まで行われていました。3年ぶりです。青森県庁とお祭りジャパンという団体による協業企画で、新しい取り組みとしてプレミアムの観覧席の設置がありました。20万円の席が4つと100万円の席が2つで、合計280万円席。ちょっとなかなか、ね、チャレンジできる金額じゃないんですけれども、完売だったわけです。席の内容はご覧の通りです。地酒と食、受賞歴のあるねぶた師の解説があって、
100枚の席のみ専属のコンシェルジュの配置がありました。プレミアム観覧席の売り上げは全額地域のねぶた祭りに還元されています。ここで、その好循環ですね、大きなお金を払って地域に、まあ、寄付したわけです。一種寄付ではないけれど、まあ、ちゃんと自分も得るものはありますけれども、幸せな循環を起こしたと思われる人の感想、ねぶた祭りはテレビや新聞で見たことがあったものの本物は全く違い感動した、100万円は高いという人もいるかもしれないが、人生一度きり、これからの祭りはお金を取れるところからしっかり取って祭りに還元していく。もう一人、3年ぶりのねぶた祭りで、かつ売り上げも寄付ということなので、自分たちが楽しめるだけでなく地元のためにもなるということで利用した。青森ねぶた祭りだけではなく、すいません字がちょっと間違っております、こういった取り組みがいろんな祭りで当たり前になり、各地の活性化につながればいいなと思う。この意識がですね、地域に貢献するというところにつながるものだと考えます。それではまとめで、今からピンクのところを読んでいきます。お金との関係から考える幸せの形、今日のテーマですけれども、やはりウェルビーイングを目指してというところで、お金はたくさんなくても他の要素もあれば幸せになれる、ある程度はあってもよい、一人当たり年収800万円ぐらいあれば十分に幸せになれることが分かったと思います。あと、お金は他者や社会の貢献に使うと幸せ度がアップする、お金は循環することで生きる、地域の活性化にも生かせる、好循環を作って幸せの循環、幸せの連鎖を作っていけたらいいなと思っております。参考文献ごゆっくり見ていただけないんですけれど、いろいろ使って今日お話しさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。